にちは、片桐咲です。さあ今日はですね、もういよいよ迫ってきました、宇宙元旦、風の時代初めての宇宙元旦が来ます。今年に関してはね、もうただの新年ではなくて、もうこれから始まる250年のね、風の時代のね、新年ということでね、もう凄まじいですよね。まあ、本当にすごい記念すべき時ですよね。まあ、250年に一度しか来ないね、元旦ですから。で、先日ね、3月13日に魚座新月がありまして、今浄化の時期ということでね、まあ、魚座新月の後なので海が浄化になりますので、まあ宇宙元旦前にね、浄化をしていくということでね、まあ、波の音を聞きながらね、まあ、一緒にね、浄化をしながらね、今日のお話聞いていただきたいと思います。ちょっと今日ちょっと花粉症でね、鼻が詰まりやすいのでね、鼻声で申し訳ないんですけれども、ちょっと復習をしますと、まあ、新年のね、動画でもお話ししましたけれども、まあ、運気というのは、だいたい去年のね、10月ぐらいからだんだん変わっていって、まあ、1月1日を経て、そして立春でね、本当は暦上変わりますよってお話をしましたよね。そしてエネルギー上はもう春分の日、宇宙元旦で完全に切り替わるという感じで、まあ、徐々に変わっていって、もう本当にこれから本当の元旦が来て、本格的な風の時代、もう地の時代のね、名残がもう消えてしまいまして、これから本当の風の時代になっていくって感じなんですけれども、やっぱり今までね、風の時代に入ってもまだ地の時代が残ってたと思うんですけれども、まあ、本当にこれで地の時代が終焉ということです。すごいですよね。感慨深いですけれども、ここでねリセットされるっていうふうに言われています。まあ、今まで地の時代がね、まあ、良かった方も悪かった方も、ここでみんながね一旦スタート地点に立つってことなんですよね。さらにここからも風の時代で全く新しい価値観とか全く新しい世の中になっていくので、まあ、逆に考えると誰もにチャンスがある、逆転できるようなね時代になってくると思います。まあ、すごく楽しみなんですけれども、でこの大切なね、この宇宙元旦、この宇宙元旦当日にやった方がいいこと、そして前日にやった方がいいことというお話をしたいと思います。まあ、宇宙元旦についてはね、まあ、宇宙元旦とか風の時代という命名をされたね、まあ、占星術のプロの方もいろいろご提案してますし、まあ、いろんな方がね、この日はこれをやるといいよというのをね、言ってると思いますので、まあ、そういったものをね、参考にしていただくといいかと思うんですけれども、でやっぱり250年に一度しか来ないね、宇宙元旦ですので、私もね、ちょっと普段やらないこともやろうかなと思ってるんですね。でぜひね、おすすめしたいなと思っていることを今日お話ししますので、皆さんあと数日しかないですけれども、ぜひね、皆さんも考えてね、準備していただきたいと思います。でまずですね、今回前日が3月19日というのが、くしくもね、ちょうどなんと一粒万倍日プラス虎の日なんですよね。かなりな強運日なんですよ。まあ、今年の初めにね、まあ、今年の強運日ですとか、お財布買うのにいい日ってお話をしてますけれども、ぜひですね、この日も有効に使っていただきたいと思うんですね。でやっぱり3月20日、まあ、元旦ですよね、まあ、宇宙レベルの本当の元旦が来ますけれど、でその時にですね、やっぱり元旦の時何するかっていうと、皆さん新しい年を迎えるにあたってね、まあ、タオルを新しくするですとかね、あと新しいね、下着を用意するとか、いろいろやられると思うんですよね。まあ、お花を飾るとかね、まあ、大晦日っていう感じですから、ですからね、このちょうどね、3月19日って一粒万倍日と虎の日ということでね、何か買うとお金が戻ってきてくれる日でもありますし、まあ、何か始めたり買うことにとてもいい日なので、まあ、私ね、個人的にはね、宇宙元旦に向けてね、いろいろ買っとこうかと思ってるんですよね。で私が何買おうかと思ってるかと言いますと、まあ、一つね、スリッパを買い替えようかと思ってます。まあ、スリッパっていうのは玄関に置くものでもありますので、玄関ってね、まあ、風水的にはエネルギーがね、運気が入ってくる場所ですよね。でとっても大事なので、まあ、そこをね、変えるっていうのもとてもいいと思ってるので、まあ、今ね、ちょっと冬用のモコモコしたやつなので、まあ、もう春ですからね、すっきりとしたね、スリッパにしようかなと思ってますし、あとまあ下着もね、ちょっともしかすると変えるかもしれないですけど、あとちょっとね、お茶碗も変えようかなと思ってて、あとカトラリーがね、ちょっと可愛いのね、新しいの欲しいなと思ってるので、まあ、そういった感じでね、新しい生活用品とかをね、買おうかなと思っています。ちょうどね、前日買うのにいい日なのでバッチシなんですよね。でさらにその3月20日当日ですよね。でやっぱりね、その一般的にね、皆さん元旦に何をするかというふうに考えますと、まあ、日本人はね、やっぱり大体はね、神社に行くと思うんですよね、初詣という形でね。で今回のね、宇宙元旦はね、ぜひね、私は神社行った方がいいと思うんです。もちろんね、氏神様とか仏様の神様とかそういうのもね、いいんですけれども、今回ね、私とてもおすすめしたいことがありまして、まず一つがですね、レイライン上にあるパワースポットの参拝なんですよ。で今年は本当にこれね、おすすめしたいと思います。
このね、春分の日って、まあ、ご存知の方いらっしゃると思いますけど、レイラインっていうのがありますよね。でレイラインっていうのはパワースポットとか、まあ、重要な遺跡が一列に並ぶねラインのことなんですけど、ご来光の道って言われてるんですよ。すごいですよね。まあ、風水でいう流脈なんですけれども、まあ、強力な、ね、気エネルギーが流れてる場所なわけですよ。まあ、そこにねパワースポットがダーッとね並んでるわけなんですよね。まあ、それでねこの道をね、まあ、レイライン、ご来光の道っていうふうに言われてるんですけれども、まあ、これ日本にももちろんたくさんありますし、で海外にもたくさんあるんですね。でこのねレイラインが春分の日に現れるレイラインっていうのがあるんですよ。この春分の日っていうのが太陽が真東から真西に沈む日なんですね。この日本地図の中で東から西までをね一直線に結びますと、まあ、そこにねパワースポット有名なところがダーッとねあるんですよ、神社がね。でこの神社を周りするってことは太陽が真上を通るってことなんですよ。すごいですよね。でこの春分の日と秋分の日しかこれは起きないレイラインなので、これすごいですから、ぜひ皆さんねこのレイライン上のね神社参拝するとすごくパワーもらえると思います。でこれ今図がないと分かりにくいと思うんですけれども、ちょっと私がいろいろネットで調べてましたら、このレイライン上にねどこの神社があるかっていうのを結構細かくね調べたねサイトがあったんですね。でさらにそこ日本地図も書いてあって、まあ、ちゃんと線も引いてありましたので、レイラインの線が引いてありましたので、ぜひそれ概要欄に貼っておきますので見ていただければと思います。まあ、その方も結構たくさん細かく調べたようなんですけど、他にもまだまだねレイライン上のね神社はちっちゃい神社とかもいろいろあるみたいです。とにかくこのねもう春分の日と秋分の日だけのレイラインっていうのがありますの でこの真東から太陽が昇るっていうね、で東っていうのは風水的には物事の始まり、まあもちろん太陽が昇りますからね、物事の始まりの方位なんですよ。でまさにねこの宇宙元旦の春分の日から真東からやっぱり太陽が昇るわけなんですよね。でこの太陽が真上を通るのがレイラインなんですよ。そのレイライン上にある神社仏閣っていうのは凄まじいパワーをもらえるわけですよね。そもそもレイラインとは流脈なわけですから、木が流れる通り道な上にその太陽が真上を通るわけですよ。すごくないですか。これ絶対ね今年の3月20日の春分の日はただの春分の日なわけじゃないので、このご来光の道の神社にお参りしたらすごいと思います。今年だって250年これから始まる元旦ですからね。でこのご来光の道のレイライン上のパワースポットに参拝したらすごいいいんじゃないかなと思うんですよ。もう太陽のパワーめちゃくちゃもらえますから、これから始まるパワーですよね。すごい記念すべきスタートの日ですから、ぜひねこれね私今年こそねレイライン上のね神社参拝したらいいんじゃないかなと思ってるんです。でレイラインはいくつかありますので、この春分の日ならではのレイラインっていうのにね皆さん調べていただきたいんですけれども、で宇宙元旦自体はね3月20日の夜なんですけれども、なので昼間は厳密に言うとまだ宇宙元旦になってないんですけれど、ただこの現象っていうのは春分の日しかないのでやっぱりこれは昼間に行くしかないわけですよね、朝とかね。ですからこれ絶対ねこれちょっと私今年はね行った方がいいんじゃないかなと思います。でこの一番東のね千葉県の玉崎神社っていうのが鳥居が、まあ、東を向いてるんですって。もうすごくないですか。でそこからね日が昇るわけじゃないですか。一番最初にそのパワーチャージができる神社ですよね。でそこから出雲大社の方に落ちていく、太陽が落ちていくってことなんで、これね逃さない方がいいと思いますよ。だってもう250年に一度しか来ない、ね、もちろん毎年毎年春分の日は来ますけれども、今年は特別ですので、ぜひこれねご自身の家の近くにねレイライン上の神社がないか調べていただきまして、もし行けそうだったらね行った方がいいんじゃないかなと思います。でこれ私の口の説明だとちょっと分かりにくいと思いますので、概要欄にねその分かりやすいサイトを貼っておきますので、ぜひそちらねご覧になって見てみてください。であとですね、お参りとしてもう一つねおすすめしたいのが恵方参りです。でこの恵方参りというのは私も普段やってなかったんですけども、今年初めてね立春の時にやったんですね。恵方参りというのは恵方巻きっていうのをね節分の時食べると思うんですけれども、まあ、今年の恵方っていうのがありますよね。で今年は南南東になりますので、方位地震でいうと165度の方位なんですけれども、その恵方の方位にある自宅からね恵方の方位にあるさらに750メートル以上離れた神社仏閣にお参りをするんです。
で、それはね、結構いろんな方がね、動画とかブログとかで説明してますので、ぜひね、検索してご覧いただきたいんですけど、まあ、恵方参りをする神社仏閣というのは、まず、お稲荷さんはダメなので、まあ、稲荷神社はダメということと、あとお墓があってはダメなので、結構お寺ってお墓があるところ多いんですよね。ですからそこはね、お寺はね、ちょっとね、避けた方がいいかもしれませんので、まあ、神社がね、あればちょうどいいかと思います。あと、教会とかでもね、いいというふうに言われております。自分の家からね、その方位のね、神社をね、探す方法ですけれども、アプリでね、あちこち方位っていうね、アプリがあります。それを落としていただきまして、でそうするとね、地図が出てきますので、まず、奇学30、60にね、合わせていただきたいんですね。でそして自分の住所を入れて、さらにそこから、その方位に向かってね、探していくと、細かくね、神社とかいろいろ出てきますので、とにかくあちこち方位っていうアプリで調べていただきたいと思います。で奇学30、60で合わせてやってみてください。で、この神社とか仏閣をね、探していただいて、ちょうど750メートル以上離れれば何メートル離れてもいいので探していただいて、その方角ぴったりのところをね探して、そこにねお参りを行くんですけれども、でやり方がありまして、でいろんなポーズを取ったりとかね、言う言葉があるんですね。これ結構いろんな方がねネットでね説明してますので、ぜひ検索していただいてやるといいと思うんですけど、でこれをねやりますと、まあ、チャンスに気づきやすくなったり願いが叶いやすくなるって言われています。で今年私もね初めてやってみまして、まあ、立春がね、いいって言われてるんですけど、今回ね、2月3日の23時59分で時間だったので、まあ、2月3日じゃまだね、開けてないなと思ってね、新年開けてないなと思ったので、まあ、私は2月4日にね、行ってきたんですけれども、今回のね、宇宙元旦も3月20日の夜なんですよね。18時39分なんですよね。まあ、ですからね、宇宙元旦当日行っちゃうと、まあ、昼間だとね、まだ開けてないというか、大晦日みたくなっちゃいますので、まあ、次の日とかね、その次の日とかでもいいんじゃないかなと思います。っていうのは、特にですね、この恵方参りっていうのは、毎日やってもいいって言われてまして、季節の変わり目、まあ、春分の日とか、まあ、夏至とかもそうですけれども、まあ、そういったね、前後1週間はいいって言われてますので、まあ、結構ね、いつでもいいんですけど、まあ、特にそういう変わり目にはね、行くといいってふうに言われてますので、まあ、別にね、20日じゃなくてもいいかなと思いますけれど、でちょうどねそのね後にね3月22日に大安で土の富の日が来るんですよね。土の富の日っていう、まあ、60日に一度しか来ないね結構な開運日が来ますの で宇宙元旦明けてすぐのね土の富の日大安ということで、かなりこの日もね強運日なんですよ。で土の富の日っていうのは他の動画でもご説明してますけれども、まあ、銭洗い弁天に行ってね銭を洗うといいよっていうね日でもありますし、弁財天様にねお参りをするといい日にもなりますので、もしね、弁財天様がね、恵方にあったらすごくいいかもしれないですね、お参り行くのね。まあ、両方行かれてもいいかもしれないです。まあ、弁財天様とさらに恵方参りという感じでね、行かれるのもいいんじゃないかなと思います。で、この宇宙元旦が本当に明けてからですね、18時39分以降にした方がいいと思うのは、やっぱり皆さん新年何をやるかと言いますと、大体1年のね、目標を立てるとかね、やると思うんですよ、決意とかね。そういうのをね、紙に書くのもとてもいいと思いますし、で新年の目標とかね願いを書くときに結構やりがちなのが、なんとかしますようにっていうふうに書く方いらっしゃると思うんですけれども、まあ、こういった書き方はねしないでくださいね。なんとかしますというようなね断定形で書いていただきたいんですね。でこれノートがね潜在意識の面からね細かく説明するとね長くなっちゃうんで今日は省きますけれども、まあ、なんとかするようにっていうふうに願う言うってことは、なんとかするようにっていう状態が叶うんですよ。つまり幸せになりますようにっていうと、幸せになってないから幸せになりますようにって言うんですけど、その幸せになってないから幸せになりますようにって願っている状態が叶う、つまり幸せにならないってことなんですね。ちょっとここは詳しい説明を省きますけれども、なんでとにかくね、ようにって書き方はねしないでくださいね。で夢を叶えるね脳の活用法っていうね動画を出してまして、これかなりいい動画になってまして、とても役立つと思いますので、これぜひね皆さんね必ず見ておいてください。かなりね使える内容だと思います。まあ、そういった感じで本当の元旦になりますので、普段ね1月1日の時やってるようなことをねやるのもいいんじゃないかなと思います。で本当に今回は250年に一度というすごいもう記念すべき元旦が来るわけなんですよ ね、まあ、ね今年のね春分の日宇宙元旦は本当にね貴重だと思いますので、ぜひね皆さん有意義にね過ごしていただきたいと思います。さあそれではもう間もなくとなりましたけれども、皆さんしっかりと準備をしてね、いい宇宙元旦を迎えていきましょう。それではまたぜひご覧ください。風の時代に色の波動で羽ばたく開運するオンラインプログラム、風の時代に
色の波動で羽ばたく開運するオンラインプログラム。最後までご視聴いただきありがとうございました。またぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。 See you next time.